ございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは岐阜県関市曹洞宗龍泰寺住職宮本覚堂さんです。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。いや、これまで、宮本さんの、天下一への歩みを伺ってきたんですけれども、はい。で、こういろいろ学びつつ修行しつつ試行錯誤しながら、いよいよ、男梅顔で天下一へ、はい、日本一、はい、いや、はい、日本しかやってないから世界一なのかもしれません。そうですね、天下一っていう表現がまた難しいですね、はい、受け取り方が、ね、はい、うん、なんですけども、なんかこうご自身の人生を振り返ってみて、はい、それこそ身近にね、園長先生としてやってらっしゃるから、未来を担う子供たちが、はい、日常的にもね、たくさんいらっしゃる、周りにね、いると思うんですけど、はい、そういう人たちにこうどんな教訓を伝えていきたいみたいな、なんかこうあったりしますか？伝えたいのはですね、はい、自分らしく生きてねっていうことですかね。今のままでいいよっていうことをなんか言いたいですかね、今は。うん。大人になっていくと、やっぱり評価とか人の目とか、どうしても人間って気になってくるんですけれども、気にしすぎて自分を表現できなくなって、最後まで自分を演じていくっていう人生だと、何ですかね。自分らしく生きることの素晴らしさを感じることができず、歩んでいくっていうのは、今の子供たちには、経験してもらいたくないなって思いながらおりますね。私が そういった部分がちょっとあったので、人の目ばっか気にして、評価ばっか気にして、自分を殺して、こんな自分嫌だなって思いながらいたのが、それこそ園長先生になったばっかの頃なんです。あ、そうなんですね。そうです、そうです、うん。園長先生ってこうあるべきだって思いながら、園長先生をずっと演じてた部分がありまして、うん。で、子育ても経験したことがないのがやっぱりコンプレックスだなと思いながら、それを普通に、何ですかね、幼児教育の勉強をして、賄ったりとかしてたんですけども。それでは、やはり演じてるだけなのかなと思って、何ですかね、うまく伝わらないですけれども。自分に正直に生きてなかったかなと思ったっていうことがありました。自分を着飾ってるっていう、園長先生の自分はこうあるべきだって、自分を偽って生きてるっていうのかな。それが、自分の中にあって非常に苦しい時期はありましたね。きっと、どんな人でも、その園長先生のね、という仕事で、とは全然関係ない仕事をしている人にも、なんか共通することがありますよね、うん、そういうことってね。そうですね。うん。で、それで、もう園長先生として演じるのをやめて自分に正直に生きていこうっていうきっかけが、はい。
まあ、あったんですけれども、はい、まあ、それは、本当に、幼稚園児にですね、夢って叶うのって言われた、聞かれた時があって、はい、答えれなかったんです、私。うん。それだったら、ああ、自分は教育者として、何も伝えることができないなって思いまして、着飾ってばっかで。だったら、先生も一緒に夢を持ってみんなと一緒に頑張るよっていうスタイルに変えたんです。おー、すごい。で、うん、それで、このパワーリフティングっていう競技を始めたっていうのもあるんですね。あー。うん。子供たちが将来の夢はこれだから僕頑張ってる、サッカー頑張ってるよっていう子とか、ピアノ頑張ってるよっていう子がいて、じゃあ先生何頑張ってるのっていう切り返しに答えれてなかったんですよね。うん、園長先生成り立ちの頃は。で、じゃあ先生何頑張ってるのって言ったら、うん、先生はね、今日本一の力持ち目指して頑張ってるよって言えてる自分がすごい幸せでしたね。うん。うん。あ、これが自分らしく生きることの大切なのかなって思いました。うん。で、それが本当に人生のターニングポイントみたいな感じですかね、私にとっては。うん、で、この競技にハマって、うん。うん、で、一生懸命頑張ってるっていう、この自分の今の状況が自分でも、あ、いいなとは思ってます。うん。はい。うん。じゃあ、今はこう、なんていうのかな。その、違和感というのか、押し殺してる感とかが、こう、なんか、こう、破られた感じ、ね。そうですね。はい。うん、それがないので、今は本当に、ありがたい時間を過ごさせてもらってるなと思います。うん。園長先生として。はい。自分らしく生きてねって。うん。みんな本当はそうしたいと思うだろうし。そうですね。まあ、そうしたくないっていう人って、まあ、むしろなかなかいない。うん、だけど、実際には、できない、難しいっていうことだったりする。うん、なんか、それって、どういうところからこう、変わっていけるんですかね。例えば、この自分らしく生きるっていうことに関して、はい、もしかしたら真逆なのかもしれないという、その、騒動生活、うん。はい。一見ね、決められた型の中で生きるっていう、はい、例えばじゃあそういう、そういう自分らしく生きてほしいという子供たちに、はい、だから騒動みたいなところは行くべきじゃないよっていう話なのか、いやいやそう、うん、そういうことでもないということなのか、うん、なんかどういう経験がそれを生きて、それを破る、自分らしく生きられないこう殻を破っていくような、こう学びになるんですかね。自分を信じて一歩踏み出すっていうことが大切なのかなって思いますね。騒動に行ってみて自分の成長を求めるという中で、騒動というところはそうした自分を押し殺すところなんだよっても知りながらも、そこで自分が何かも変わるかもしれないと思って、その環境に飛び込む勇気ある一歩。これ踏み出すことが大切なんだよっていうことを伝えていきたいですね。うん。うん、で、もしそれが、ああ、ここは違うんだと思ったら、逃げてもいいっていうか、やめてもいいという選択肢もある中で、ですけれども、修行というものはそうした期間があるから、まずはそこを、最後までやってみようよっていう教え方をするかなと思いますね。うん。うん。ですので、うん。自分が成長できる環境に一歩踏み出す。これが大切なんだよっていうことを伝えていきたいな。それが自分らしく生きるための大切な一歩なのかなとは思いますね。うん。私
最近、まあ、産業層とかっていうことで、はい、いろんなこう企業で働く人に、はい、こうまあ、僧侶としてというかこう仏教 の考え方とかから働きかけていくっていうことをしてるんですけど、はい、まあ、ある意味その会社も騒動みたいだなって思っていて、はい、やっぱこれだけ働き方が自由な時代に、はい、あえてわざわざ会社という一つの枠組みの中で、はい、働くっていうことは多分今まで以上にそこでどういう成長があるか、人間としてのですよね。はい。うん。で、先ほど、まあ、今回も言われてたみたいに、まあ、スポーツでもそうだけど、そういうこう高い水準の人たちと一緒にやれるかどうかとかですね。はい。はい、そういうことってすごく大きいと思うんですけど。はい。そう、しかもそのね、騒動二つ言ったじゃないですか。はい。それは、会社が騒動だとすれば、転職みたいなものですよ。はい。道場を変えるわけなんで。はい、そうですね。はい。うん、だから、なんか今ここにの騒動で、まあ会社で頑張っているっていう人が、はい。はい、でも、どっかのタイミングでやっぱり山を降りて、はい。うん、退職して、で、次の騒動に、まあ、次の会社に移っていくっていう、なんかそのタイミングとか見極め方とか、なんか、まあ、それは宮本さんの場合はもう、そうですね。からのっていうのは、まあ、あるにせよ、うん、なんかその辺のところでこう、一歩踏み出せない人も、はい、うん、多いと思うんですよね。はい。うん、なんかもしアドバイスがあれば。環境か。うん、その組織の中で入ってる中でメリットと言いましたら、理想とする上司がいることかなとは私は思いますね。おー。で、理想とする上司がいないと思った時が転職するタイミングなのかなと思っちゃいますね。はい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 。うんうんうん、確かに確かに。うん。で、理想とする人がいて相談ができて、アドバイスをいただけてっていうのも最高の状況ではあると思うんです。うん、うん。それがなくなったら、その会社には、会社に行っても、まあ、指導者としての成長があるかもしれないですけれども、自分で悩まないといけないですもんね。そうですね。自分の仕事しかいないと。ですので、やっぱりその、まあ社長さんとかはみんなそういう悩みかもしれません。うん。うん、です。そうした組織の中でいるっていう状況で考えると、理想の上司がいなくなった時点で、いない時点で変えてもいいかなとは思っちゃいますね。うん、あ、この人みたいになりたいなとか。はい。うん、それが組織の中にいるメリットだと思うんです。うん、初めから尊敬できる人がいると。うん、で、それはね、はい、周りに一緒にいられるわけですもんね。そうです、そうです。はい。そうですよね。それは一人で働いているときにはなかなか。はい、まあ、ないですからね、うん。自分で求めないといけないですし。ね。しかも会社だったらね、わざわざその人もこう、通ってきてくれる。そういうわけなんで。はい。だから本当にその会社でも、上司ガチャっていう言葉とかも今しますもんね。はい、はい。うん。で、私も、あ、この人の下で働けるんだって思ったら、毎日が充実するような気がしますね。うん。うん。確かにな。逆にこう、まあ、リーダー、はい、まあ、宮本さんもね、その住職であったり、はい、園長であったりっていう、はい、そこはもうそれこそある種の騒動を作っていく、はい、まあ、老師としているわけなんで、はい、そういう人にとってはこう、どうやったらね、その、みんなにとっての、こう、良き先輩となれるかというのか、上司というのか、うん、まあ、この人みたいになれたらいいなって思えるようなあり方をしていくかっていうのも、うん、まあ、かなり大きなチャレンジですね。そうですね。はい。うん、確かにそうですね。
パワーリフティングも、まあその一つとして、夢を追いかけている姿っていうのはあるんでしょうね。はい。そうですね。うん。そうですね。夢を追いかけながらも、理想となる自分っていうか、こうでありたい自分を目指してはいますね。うん、パワーリフティングも、まあ、具体的な夢を園児の前で持つために始めたっていう状況ではありますので、うん。まあ、もしパワーリフティング今やってますけど、まあ、大怪我したり、あ、難しいなと思ったら、また違う、あの、目標を見つけてやっていこうかなっていう状況ではあり、あの、もありますので、はい、うん。あの、とりあえず関わる人を幸せにしたいなっていう、思いで、パワーリフティングも一つの手段でありますので、うん。うん。ですので、この関わる人を幸せにしたいっていう目的のために自分が何をしていこうかなっていうことを考えながらやってまして、はい、はい。そのアドバイスをいただくためには、うん、どこへでも行こうかなぐらいの思いは今ありますね。うん、やっぱ縁の中で、ご縁の中で、やれることをやっていくっていうことなんですかね、うん。そうですね。うん。人伝い人伝いで、何かしら本当にそのつながりを大切にしていけば、いろんなご縁がさらに広まっていくのかなと思ったり、うん、あ、こんな人と出会えただって。それ松本さんもそういうことですし。はい、はい。ですので、うん。いろいろ、こうしていきたいっていう思いを持ってる方とご縁を結ぶことが、人生を充実させる方法なのかなと思いながら。うん。うん。そうですね。パワーリフティングでも、はい。かなり、頑張ってらっしゃいますよね。パワーリフティングですと、もう本当にそうですね。日本チャンピオン、アジアチャンピオン、世界チャンピオンの人と連絡取ってすぐ合同練習しようって言ったらできるような今状況ではありますね。はいはい、はい、すごいですね。やっぱあの飛び込んでった効果かなと思います。うん。まあ環境っていうか。その、まあ、パワーリフティングの素晴らしいサンガに入ってるってことですね。そうですね。本当に、はい、はい。いい人に恵まれたなと思いますね。そうですね。確かになぁ。で、まあ、逆にね、なんであれ、そういう水準のことに取り組んでいる人たちの、別に仏教のサンガじゃなくても、はい。サンガに、こう、つながっているっていうのは、やっぱこう、成長、はい。うん。にとって、大事ですね。大事なんだなと思ってこう伺ってました。そうですね。うん。ありがとうございます。なんかね、まあ今はまたパワーリフティングですけど。はい。これからのまたいろんな、うん、縁によって、また違ったものも要素も出てきそうですし。そうですね。楽しみですね。はい。はい。どうなっていくか自分でも楽しみにしながら、はい、生きていこうかなとは思います。はい。でもなんであれ、男梅は変わらないですね。男梅でありたいですね。しばらくは、うん。もっとすごい人がおるかもしれないです、ね。はい。ありがとうございます。いえ、こちらこそ。ありがとうございます。はい、本当、いろいろ。学ばせていただきました。いえいえ、こちらもそんな本当に恐縮です。ありがとうございます。はい。またじゃあ、お会いできる日を楽しみに。はい、そうですね。はい。はい、まあ、実際にお会いできる日があれば大変嬉しいと思いますので。はい、ありがとうございます。また、はい。お願いいたします。はい。では、はい、これからもパワフルに。はい。はい。ご活躍ください。はい。松尾さんも、ご活躍ください。はい。ありがとうございます。さよなら。はい。さよなら。ありがとうございました。Thank you.
いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。Oh.
このポッドキャストはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。